出エジプト記30章あなたはこうたくためにダウンを作る。それは、アカシア材で作らなければならない。長さ一キュピト、ハがイキュピトの四角形で、その高さは、二キュピトでなければならない。その一部として角をつける。それに、上面と周りの側面と角を純金でかぶせる。その周りに、 金の飾り縁を作る。またその段のために、その飾り縁の下に、二つの金管を作らなければならない。相対する両側に作らなければならない。これらは、段を担ぐ棒を通すところとなる。その棒は、明石屋材で作り、それに金をかぶせる。それを明石の箱を覆う、垂れ幕の手前。私があなたとそこで会う明石の箱の上の、 あがないの蓋の手前に置く。アロンはその上で香りの高い香を炊く。朝ごとに灯し火を整えるときに煙を立ち上らせなければならない。アロンは夕暮れにも灯し火を灯すときに煙を立ち上らさなければならない。これはあなた方の世にわたる主の前の上空の香の捧げ物である。 あなた方はその上で、異なった甲や全唱の生贄や穀物の捧げ物を捧げてはならない。また、その上に、注ぎの武道酒を注いではならない。アロンは年に一度、食材のための、罪のための生贄の地によって、その角の上で贖がないをする。すなわち、あなた方はよよ、年に一度、このために贖がないをしなければならない。 これは主に対して最も聖なるものである。主はモーセに告げて仰せられた。あなたがイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり、各人は自分自身のあがない金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって、彼らに災いが起こらないためである。登録される者は皆、聖女のシュケルで、 半ュケルを払わなければならない。一ュケルは二0ゲラであって、各の半ュケルを主への奉納物とする。二十歳、またそれ以上のもので、登録されるものは皆主にこの奉納物を納めなければならない。あなた方自身をあがなうために主に奉納物を納めるとき、富んだ者ものも半ュケルより多く払ってはならず、貧しい者も それより少なく払ってはならない。イスラエル人から贖いの銀を受け取ったなら、それは会見の天幕のように当てる。これはあなた方自身の贖いのために、主の前でイスラエル人のための記念となる。主はまたモーセに告げて仰せられた。荒いのための聖堂の旋盤と聖堂の台を作ったなら、それを会見の天幕と祭壇の間に置き、 その中に水を入れよ。アロンとその子らはそこで手と足を洗う。彼らが会見の天幕に入るときには水を浴びなければならない。彼らが死なないためである。また彼らが主への火による捧げ物を焼いて煙にする務めのために祭壇に近づく時にもその手その足を洗う。彼らが死なないためである。 これは彼とその子孫の夜々にわたる永遠のおてである。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたは最上の香料を取れ、液体の持つ薬五百ュケル、香りの強い日系をその半分、二百五十ュケル、匂い勝負二百五十ュケル、慶脂を聖女のシュケルで五百種ける、オリウビ湯一品。あなたはこれらを持って 聖なる注ぎの油を調合法に従って混ぜ合わせの香油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。この油を次のものに注ぐ。会見の天幕、証の箱、机とそのいろいろな器具、食材とそのいろいろな器具、高納端、全商の生贄のための祭壇とそのいろいろな器具、旋盤とその台。 あなたがこれらを性別するなら、それは最も聖なるものとなる。これらに触れるものもすべて聖なるものとなる。あなたはアロンとその子らに油を注ぎ、彼らを性別して、祭司として私に仕えさせなければならない。あなたはイスラエル人につけて言わなければならない。これはあなた方の世々にわたって、私のための聖なる注ぎの油となる。 これを誰の体にも注いではならない。また、この割合で、これと似たものを作ってはならない。これは聖なるものであり、あなた方にとっても聖なるものとしなければならない。すべてこれと似たものを調合するもの、またはこれを他の人につけるものは、誰でもその民から断ち切らなければならない。主はモーセに仰せられた。あなたは香料。 すなわち、ナタフコセヘレテコヘリベナこうこれらのコウと純粋な入港を取れ、これは各々同じ量でなければならない。これをもってコを調合法に従って、香ばしい聖なる純粋な交友を作る。またその幾分かを細かに砕き、その一部を私があなたとそこで会う会見の天幕の中の証の箱の前に備える。 これはあなた方にとって最も聖なるものでなければならない。あなたが作る甲はそれと同じ割合で自分自身のために作ってはならない。あなたはそれを主に対して聖なるものとしなければならない。これと似たものを作ってこれを嗅ぐものは誰でもその民から断ち切られる。